怖い話やっぱおもろいよな。俺もホラースレたまに見るわ。ちゃんと秀逸なのもあるしね。ちゃんと涙の速さ、そう。あ、シャレコアもね、いや、いい。いや、やっぱ結局にちゃんっておもろい。やっぱ、好きやわ。キサラギ駅とかだって映画になったでしょ。え、そういえばなんか俺最近映画になるみたい。なんかキサラギ駅、映画になるみたいな CM 流れてきた気したけど。気のせい。ね、なったよね。そうよね。すごいよね、あれ。え、でもさ、最近の人たちってさ、2ちゃん作ったのがひろゆきさんって知らんちゃん。やばくない？俺この前なんかね、なんか21とか22ぐらいのこと喋っとって、そう。で、え？ひろゆきさんって2ちゃん作った人なの？って、そう。いやいや、え？え？ってなって、逆に？そう。スパチャの相談の人と思っとった、みたいな人がもうそう。そうそうそう。スパチャで論破する人だと思ってたみたいな人がもうめっちゃ多いらしいよ。いや、いやもうね、いや、これもうマジででもそうぜ。もう今、若い頃そうって、そうって本当に。もう通信とって。二通りの絵が流れと確かに。え、もうだってもう、この中でも知らんやつよ、おる多分。え？いや、そうなの？いや、そう。いや、そうなんすよ。もうこうやって時代は変わっていくんすよ。そう。いや、すごいよな。俺たちこうやっておっさんになってくんだぜ。前も配信で下ネタ言う人って思われる気が近い。いや、それがさ、TikTok でね、俺が最近、ちょっと前ぐらいのライブで YSP 歌っとった動画かなんかが伸びとって、YSP 歌ってたの、こいつなんだって言われたのを見て、なんかちょっと似たような気持ちになったわ。ああ、俺、そうそうそう。そうそうそう。なんか似たような現象になってるわ、すでに。YSP って、こいつなんだ歌ってたの。そう。マジおもろくない。そう。ウケるよな。あ、そっか。あ、ありがたいけどさ。なんか、それぐらい、なんか、それぐらいなんかこっちが伸びとうっていうのは、まあ、ありがたいっちゃけど、結構。そうそうそう。中学生の時なんか、でも中学生の時なんか聴いとった曲のポジションに、YSP が俺とって結構すごいけどね。なんとなく聞いたことあるらしいっちゃ、若い子たちって YSP。クラスで聞いたことあるか。隣の席の子が流したとか、みんななんとなく聞いたことあるらしくて。そのポジションに座れるって結構すごいことやない。ね。っていうなんか思ったね。いや、ありがたいな。なんか漠然と。そうそうそう。すごいよな。いや、嬉しいなと思ってさ。そう、ありがてえ。なんかそう、なんか街で話しかけられるさ、なんかとかに、僕めっちゃ世代ですとか言われるわけよ。世代ってすごくない？わかる？なんか。世代？なんか、嬉しくない？なんか。ありが、なんかわかる？あ、ありがてえな。なんか。そうなのか。なんか、改めて言われると嬉しい。なんか。そう、と思って。ね、天狗になっちまうよな。天狗になっちまうよな、本当に。気をつけねえとな。YSP 世代ってマジ終わってるだろ。心配だわ。日本の将来が暗すぎる、あまりにも。YSP 世代がこれから大人になっていく。YSP 世代って名前やばすぎる。シャンパン開けるときのサンキューな、あ、曲？サンキューな、サンキューな、あれは俺らやね。確かにバスターコールとかめっちゃ使われたらしいけど、サパーとかバーとかで。コールで、そう、カラオケとかでめっちゃ使われとうみたいな、そう。言われるわ。いや、な、すごいよな。俺普段酒飲まんけんさ、全然わからんないけど。使わせていただいてました。あ、全然こちらこそありがとうございます。いや、なんか、